絶対に止められない小柳ルミ子、サポーター出陣会見で溢れるサッカー愛暴走。2018年6月12日6時0分スポーツ報知。日本代表にエールを送った小柳ルミ子とジョン・カビラ。芸能界有数のサッカー好きで知られる歌手の小柳ルミ子、65、が11日、都内でフジテレビ系、2018FIFA ワールドカップロシアのサポーターとして出陣会見に出席し、日本代表に暴走気味のエールを送った。年間2000試合をテレビ観戦し、サッカー通りをうならせるコメントを連発するルミ子。いきなり、もう W 杯が始まるワクワクと同時に、終わる寂しさも来ている。W 杯ロスが始まっている、と複雑な表情。司会のジョン・カビラ、59、も思わず、まだ始まってませんよ。と苦笑い。一押しの選手は MF 乾隆、30、ベティス。左からカットインしてニアをぶち抜く。ああいうドリブルのスペシャリストがいないと、と乾の得意パターンを交えながら解説。当局では28日午後11時開始の日本対ポーランド戦を中継する。小柳とカビラは相手 MF ロベルト・レワンドフスキ、29、バイエルン、が選手点を決めると予想。その上で小柳は、ウィニングゴールは、乾くんで2ゴール。それぐらいやってくれる、と期待した。ついには、日本がどこまで勝ち進んで我々に感動を与えてくれるか。もう考えるだけで涙が出ちゃって、と日本代表の躍進を想像し、先走ってうるうる。同じくサポーターのジョイ、33、から、勝ち進んでから涙を流してください、とたしなめられた。自らを、サッカー界の母と呼んでください、と宣言。エジプト代表の FW モハメド・サラー、25、リバプールを絶賛し、彼はプレミアリーグの得点王にもなりましたけど、おごらない。性格もいい子なんです、と熱弁は止まらなかった。質疑応答で報道陣が、小泉、ルミ子さん、と言い間違えると、小柳は、はい、レッドカード、と宣告。